全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部タックです。ぶっこみ怒られそうなんだけど、どんだけごめんなさい、ちょっと溜まっててそういう時期です。今日の土曜日都市伝説動画っていう風になってるんですが、題材は今の日本についてです。決して日本を否定する内容ではございません。これもいかにこの動画を見た方がポジティブに変換できるか、僕がそう伝えることができるかっていうのが大事だと思います。まず皆さんにお聞きしたいのですが、日本は好きでしょうか？僕は好きです。海外で暮らしたことはないんですが、今も日本で暮らしています。しかし近年、日本の学問や精神に関して否定的な若者が増えて、精神科の病床数は世界一、寝たきりは世界一、そして若者の自殺者が世界一です。さらに高齢化が進んで、今民主主義の中で国民が自ら国を動かさないといけないという時代になっています。賃金や税金の問題、幸福度の問題、国への信頼が薄くなる一方、若者の政治への関心は全くと言っていいほどありません。さらに言うと、政治家さえも前紹介したね、税金の無駄遣いもうみんなやってるよと、これです。さらに歴史的に名を残す日本人は昔たくさんいました。教科書にもたくさんいます。じゃあ誰が今一番教科書に載るでしょうか？なかなかピンとこないんじゃないかなと思います。いわば今の日本というのはバラバラに近いんですよ。ではなぜこんなことになってしまっているのか。今の若者が悪いわけではないんですね。そう、全て計画通りと言われています。誰の計画なのか。もっと言うと、日本が変わっていったのは戦後からです。敗戦後に無条件降伏をさせるためのポツダム宣言、あの執行を目的とした GHQ ができます。マッカーサーですね。しかし本来は長い時間をかけ、現在までのある計画のためにできていると言われています。まず敗戦後、直接的に日本を占領しようとしたんですが、それはやめて間接的に日本を占領したんです。じゃあなぜか。主に日本と戦った、この国が一番恐れたこと、それが日本の復活だったんです。圧倒的な戦力の差があったのに、最後まで命を懸けて戦った日本、その精神などを再起させることは非常に脅威だったんです。だから二度と立ち上がれず、内部から破壊しようとしたんです。そこで GHQ が行ったこと、それがタイトル 3R5D3S です。大まかに言えば WGIP、 ウォーギルドインフォメーションプログラム。まず 3S、 スポーツスクリーン、スポーツは野球や競馬やギャンブルに熱中させましょうね。風俗や増やしていきましょう。スクリーン、映画やドラマ、ゲーム、画面に熱中させましょうね。こうして民主主義なのに政治への関心を皆無にさせましょう。この政策、これどうでしょうか？まさに今日本その現状にありますよね。そして彼らの基本原則 3R、 リベンジ、リフォーム、リバイブ。リベンジは必ず復讐を誓う。リフォーム、組織から改めさせましょう。リバイブ、強い日本をまずは弱体化させて、気づかせず奴隷として復活させよう。そして 5D、 ディスアーマメント、武装解除。ディミリタリゼーション、軍事主義の排除。ディスインザストリアライゼーション、工業生産力の破壊。ディセントラリゼーション、中心勢力の解体。ディモクラリゼーション、民主化。はい、こちら武装解除は武器を持たせるな、そして強い精神までも剥ぎ取れ、このような政策を行っていたと言われています。これ一見聞くと悪いように聞こえるんですが、敗戦した国を復讐心というものを持たせず復活させるにはこれしかなかったんですね。この政策で今日本が平和で再起してるっていうのも事実なのかなと思います。しかし現実はこの政策の尾を引きすぎているんですね。報道やメディアは一斉に規制され、コンプラを守らなければ発信できない、教育は個性を殺されて従うという教育に変わった、こういったことに違和感を感じず、僕も含め生活しています。ただ今回題材にしたのは、この大きなものを変えたい、おかしいだろうっていうわけではなく、こういったことによる皆さんの身近な影響、例えばなぜ学校が嫌で死なないといけないのか、なぜ仕事が嫌で死なないといけないのか、なぜ勉強スポーツができなければいじめられて、個性が強ければいじめられて苦しまないといけないのか、そこに少しでも疑問を抱いてほしかったからです。だから僕はみんなが学校に行けという中で、嫌なら行く必要は全くないと言います。仕事が嫌なら明日辞めた方がいいと言います。人には必ず個性ややりたいことがある、そこに全てを注いだ方がいいと言います。これを言うと綺麗事だと言われます。確かにこれは極論です。でも死ぬぐらいならと僕は言います。一人で悩んで最後は周りに誰一人いなくて死ぬしか道がないというね、こういった時代にも大きな問題があるんですが、逃げるということは人生において勝ちなんだっていうことをもっと思ってほしいです。誰が何と言おうと、ノーと言える気持ちは甘えじゃなくて本能なんだということです。そういったことで僕ができること、今何かはけ口解決していく、そういったことができる場所っていうのを今作ってる最中です。以前は DM などで会話をしていたんですが、件数的にかなり厳しくなっていって、今いろいろ錯誤しています。かなり前で消しちゃった動画で、学校を建設したい、この僕の夢は今も変わっていません。一人一人の個性を生かせる教育、その全てをプラスに変換できるような教育のシステム、いくつかあるんですが、もっとあっていいんじゃないかなと僕は思ってます。それが主流になっていってもいいぐらいだと思ってます。まとめになるんですが、今の日本、若者がどんどん生きるのが難しくなっていく日本で、最近また自殺なんかの話がねかなり大きくて、今回は根本を冒頭に交えてお話しさせていただきました。少しでも今悩む人の気持ちが楽になって、新しく何かをチャレンジするきっかけになればと思います。強い日本である必要はないと思いますが、弱くても幸せに暮らせる日本であってほしいと思ってます。今回以上です。おやすみなさい。